はいどうも、お茶です。今日はね、久しぶりにギルティの動画を上げようと思います。ってことでね、ジョニーが20段になったんでね、ジョニーを使ってやっていこうと思います。多分対戦相手見つかんないんで、やってくれるかなこの方。まあ、これでやってくれなかったらカットしてます。多分あ、やってくれた、よかったよかった。ってことで21段の方ですね。では頑張っていきましょう。こっち向きんか。本来この組み合わせは絶対ジョニーが有利な組み合わせなはずなんですけど、僕ポチョムキン苦手なんですよね。はい。まあ頑張っていきましょう。でもこの団体ってポチョムキン結構多いよな。てかポチョムキンどの団体も多いよな。弱キャラのくせにたくさんいるってなんか不思議ですよね。まあなんでかはわかるんですけどね。FAB という強キャラがいる限り、おそらくポチョムキン使えばいなくならないでしょう。危ね、今かくってましたね。ハンマーフォール引き離されたんで。いけー、あやべ、やっぱポチョムキン戦ファジじゃん。うわ、これってリバサ昇竜的な扱いなのかな。あやべ、出なかった俺の名。どうしようかな。あれってでもちゃんと重ねてたらリバサで出されても大丈夫だよね多分。どうなんですかねそこらへん。はい、ポチョムキンはね、もう足払い先端でもコインがつながる。あまりにも当たり判定広すぎてかわいそうな。あやべえ、もったいね。うまい、かくった、危ねえ。プチョバスかくったんだよ今。これで画面端運ばれて、どうしよう。あ出なかった、俺の名出ね、俺の名むずくね。ジョニー泣かせだって相手。俺の名コマンド難しいんですよね、リバサで出すの。コイン俺の名がしやすいように多分こういうコマンドになってるんでしょうけど、すごい難しい。うまい、しっかりコインでバースト使ってきましたね。どうしよう、やってね、爆捨て。あ、やっちゃったー、危ないな、さっきから。おっと、そのポチョバスはさすがに当たらないでしょ。あ、やべ、5敗5敗の固めいいですよね。やべ、これは完全バータイ。ヘイ、殺しきり。開幕どうしますかね、やっぱコインか。メガフィストで抜けられるのか。うまい、これは隠ってたかな俺が。やべ、あーだよね、ジャンプ間に合わなかった。あれレベル2じゃなくなってただと。あー出なかった、6回して取れ、それは当たらん。まあポチョムキンのダストって崩しというより攻め系ですよね。あれ当てて1フレ有利なんで、ファステックス遅いしね。死んだー、これはあんま無理に手出するのよくないな。まあ、地上戦しとけば勝てるのかなポチョムキン戦は。でもね、わかんないキャラどうしても手出しちゃうんですよね僕。やっちゃった、よかった、ダウン取られない。あー上ミスト出なかった、
っかりダストじゃなくてコインで使ってきますね、バストを。お、当たらない。さすがにこんだけは慣れてるから当たんねえか。やっちゃったー。どうしよう、落ちます。よし、いけー。あぶねえ、バスト迫れるとこだった。どうしようどうしよう。やった、死ぬ、あ死ぬ、あ死んだ。いやー、やっちゃったな。ということで今日の動画はこんな感じになりました。失礼します。